こんにちは、ソニーの八島です。今回は、DECA Detailed Expression Capture and Animation と呼ばれる論文について紹介したいと思います。こちらの論文は SeaGraph2021 で発表された論文となっています。まずこのモデルができることを簡潔に述べるとすると、それは人物が写る画像1枚からその人物の精巧な 3D 化モデルを復元するということになります。入力画像としてはこの上段の画像、こういったものを利用して、それを元にこの下にあるような精巧な 3D 化モデルを復元することができるということです。もう少し詳しくこのモデルができることを見ていきたいと思います。先ほど述べたように、まずは1枚の顔画像からその顔の細かな特徴、シワなどを含んでモデリングし、既存の 3D モデルと組み合わせることで精巧な 3D 顔形状を復元することができるということになっています。ここで既存の 3D 顔モデルとしてはフレームと呼ばれるモデルを使っています。この手法により個人特有の特徴、額や表情変化、例えば笑った時に現れるシワなどを精巧に再現することができます。ここにあるように、例えばその額のシワまでリアルに再現されているのがわかるかと思います。またこの復元した 3D 顔モデルを自由に操作、アニメーションさせることができます。でこれは ここにあるように顔向きだけではなく表情なども操作することができます。この右の動画ですね。ここで個人の顔に特有なシワなどもきちんと表情変化に追従するのが大きなポイントです。さらにこのモデルの推論なんですが、高速で実行することが可能です。論文中では 120fps で実行することができると書かれています。このモデルの仕組みについて解説する前に、関連研究や既存手法について述べたいと思います。まず 3D 顔モデル復元の研究が関連研究として挙げられます。しかしながらこれまでの研究では、こういった 3D 顔モデルの復元の際には同一物体、同一人物などのに対して複数視点の画像や動画、または単一の画像ではあるもののデプスを含んだデータが必要だったりしました。またコアラス、つまり粗い 3D モデルの復元手法も既存手法として存在します。これは何らかのパラメトリックな 3D モデル、 3D モーファブルモデルですね。これを今後この資料では 3DMM と記載します。これを利用した手法になっていますが、しかしながら高周波成分が復元できず、顔形状はオーバリースムースになるといった問題がありました。またモデルフリーの手法も挙げられます。これはメッシュやボクセルなどを直接出力するようなものになっていますが、これには 3D の教師データが必要となっており、こういったデータを入手するのが非常に難しかったです。またこの研究に最も近いのはディテールな部分を含む 3D モデル復元の手法なんですけども、これはコアースの復元を行った後何らかの方法でリファインする手法が多いです。しかしこういった手法はアニメータブルではない、つまりアニメーションさせることができない、もしくはそれができるとしてもライティングなどの変化に弱いといった問題がありました。先ほど述べた既存手法と比べると、本手法の特徴はまず入力画像として単一画像を用いること、また個人に特有な細かな特徴までも再現した顔モデルを復元することができる、そしてこの顔モデルをリアルにアニメーションさせることも可能、そして学習時には 3D の教師データは不要であり 2D 画像のみを利用するといったのが大きなポイントです。また定量評価の結果、さまざまな実世界の画像に対してもロバストであることが分かっています。本手法ではパラメトリックな顔モデル、 3D 顔モデル、 3D モーファブルモデルを利用していますが、その中でもこちらではフレームと呼ばれるものをベースにしています。フレームではシェイプパラメータ、これは個人の顔、個人ごとに異なる顔形状を決めるパラメータ、そしてエクスプレッション、これはその名の通り表情に関する表情変化を操作するパラメータ、この2種類のパラメータを使ってある一つの顔形状を決定するようなモデルになっています。このフレームで用いられるパラメータなんですけども、レンダリングまでを含めると ここで書いてある6つのパラメータによって 3D 顔モデルおよび 2D 画像空間上での見え方が決定します。まず大きな3つのパラメータとして、アイデンティティ、シェイプ、これは個人ごとの顔を決めるパラメータ、そしてフェイシャルエクスプレッション、これは表情を決めるパラメータ、そしてポーズパラメータとなっていますが、ここでこのフレームにおけるポーズというのは目の向きだったり
あとは顎の開閉度などを決めるパラメータになっています。でこの3つのパラメータによって 3D 顔モデルが、どんな形状か、そして、どんな表情かといったものが決定されます。このように 3D 空間上でこのような顔が1つこれらのパラメータによって決定されるといったイメージです。しかしながら実際には、ここで作られここのパラメータで決まるのは 3D 空間上において顔を構成する頂点の座標がこれで決まります。先ほどはその皮膚のようなものがありましたが、それはもともとこの 3D モーファブルモデルによって決まっている各頂点が、各どの頂点がどの頂点と一緒になってある面を構成するかというのが決まっているため、先ほどのような図が得られます。またもう一つテクスチャパラメータと呼ばれるものもあります。これは復元した 3D 顔モデルの表面のテクスチャ、簡単に言ってしまえば色情報、こういったものを決めるのに寄与します。またレンダリング時などに利用するものとしてライティングパラメータやカメラパラメータが存在します。ライティングパラメータはそのまま、光源、どういった光が当たっているかを決めますが、カメラパラメータは 3D の顔がカメラから見てどういった場所にあるかといったものを決めます。ですので、まずはこれらの6つのパラメータを画像から推定できれば良いということになります。ここまではフレームが有するパラメータについて説明していきましたが、ここからはこのデカと呼ばれるモデルがどうやって画像から 3D 顔モデルを復元するかについて見ていきたいと思います。まず入力画像が与えられたときに、このデカはまず 3D モファブルモデルのパラメータを推定します。これは先ほどの6つのパラメータです。でここからアルビド、つまり顔の表面の色情報ですね、これを予測し、またシェイプパラメータやエクスプレッションパラメータ、そして 3DMM、 このフレームをもとにコアスな復元、粗い顔の 3D 形状を復元します。さらに個人に特有なディテールな特徴を置き換えるディスプレイスメントマップを予測します。でこのここで得られた3つを組み合わせることで個人に特有なシワなどそういった部分を含めた 3D 顔モデルを復元することができるモデルとなっています。でこのモデルの学習の仕組みなんですけども、この学習は3段階に分かれ、その中で3つのネットワークを最適化します。この学習の3段階はプリトレーニングステージ、コアスステージ、ディテールステージの3つに分かれており、このプリトレーニングステージとコアスステージに関しては顔の大まかな形状やテクスチャを復元できるのが目的となっています。最後のディテールステージではより細かな顔の特徴を復元できるようにするのが目的となっています。そしてこのプリトレーニングステージとコアスステージではエンコーダー、これは 3DMM のパラメータを推定するネットワークを最適化します。これによってこのモデル、このエンコーダーの学習によって顔の大まかな形状が画像から復元できるようになります。3番目のディテールステージですが、これはこの中ではディテールエンコーダーおよびディテールデコーダー、この2つのネットワークが学習されます。前者で個人に特有な情報を有する潜在変数を抽出し、さらにそれをもとに顔の詳細なテクスチャ情報を持つ各種情報を生成するのがこのデコーダーになっています。この3つのネットワークを学習することで最終的にこういった詳細な部分までを含んだ 3D 顔形状が復元されるようになります。ここからはそれぞれのステージの学習の仕組みおよびロス関数について見ていきたいと思います。まずプリトレーニングステージですが、これはコアスステージの学習開始時に良い初期値から開始するためのステージとなっています。ここでは顔のランドマークに関するロスを用いた事前学習を行っていきます。まずはエンコーダーを用いて 3DMM のパラメータを推定します。これがこのエンコーダーが先ほども述べたように学習させるネットワークになっています。でこのパラメータのうち、シェイプパラメータ、エクスプレッションパラメータ、そしてポーズパラメータを使ってこのフレームでフィッティングして 3D 空間上における、頂点がどこにあるかが分かります。でさらに、カメラパラメータを用いて、画像空間上で顔がどのように映っているかを推定します。そしてここではこの顔を構成する頂点群のうちランドマークとなる場所、それを画像空間上にプロジェクションすることでランドマークの座標を得ます。
そしてこのランドマーク得られたランドマーク座標を、グラウンドトゥースの顔ランドマークと比較することでロスを取ります。ここでこのグラウンドトゥースのランドマークとして使うものは、この画像をファンフェイスアライメントネットワークを用いて顔のランドマークを抽出して、それを教師データとして使います。ですのでこのステージで使うロス関数はこのようになっています。4つのロスからなっており、1つ目がランドマークリプロジェクションロス、これは先ほど述べたようにランドマーク座標の誤差の最小化となっています。次にアイクロージャーロス、これは目の部分のランドマーク座標の差分を一致させるロスです。つまりグラウンドトゥース画像とレンダリング後の画像で上まぶたと下まぶたの距離がそれぞれ同じであってほしいといったことがこのロスで表現されています。そしてレギュラライゼーション、これはシェイプとエクスプレッションのパラメータに関して L2 生息化を行うものとなっています。そしてちょっと論文中には書いてないものの、実装上はこのアイクロージャーロスのリップ版、まあ、唇に関してですね、上唇と下唇の距離に関してこのアイクロージャーロスと同じようなロスが実際には使われています。次にコアスステージの学習の仕組みについて見ていきたいと思います。ここではプリトレーニングステージとやっていることはほぼ同じで、若干の追加処理があるといったイメージです。ここの目的は大まかな顔形状と表面の色情報を学習するというのが目的です。使うネットワークは先ほどと同じで、この 3DMM のパラメータを予測するエンコーダーとなっています。そしてシェイプやエクスプレッション、ポーズパラメータからこのコアスな顔形状を復元するのは同じですが、このステージではテクスチャパラメータからこのアルビド、顔の表面の色情報を予測することも行われます。でこのアルビドの予測とこの顔形状の大まかな予測、これができた上でこの段階では微分可能レンダラーを使って 2D 画像空間に実際にレンダリングを行います。でこのレンダリングの時にカメラパラメータとライティングのパラメータを使うことで 2D 画像空間に落とした時、カメラから実際にどのように見えているか、光が当たった状態でどのように見えているかといったものが分かります。でこのレンダリングした画像とグラウンドトゥルースに関して比較することでロスを算出することができます。このステージのロスに関してですが、トータルのロスはこのようになっており、そのうちのいくつかはフリートレーニングステージで使われたようなランドマークロスやアイクロージャーロス、そしてレギュラライゼーションなんですけども、でここでは追加された部分のロスについて見ていきたいと思います。先ほど述べたようにコアスステージでは実際にレンダリングを行い、画像空間上でどのように見えているかといったものが得られます。これとグラウンドトゥルースの画像を比べることで、ピクセルレベルでの比較が可能となっており、ここで導入されているフォトメトリックロスは実際に画像レベルで比較するロスです。これはいわゆるリコンストラクションロスと呼ばれるもので、レンダリング後の画像とグラウンドトゥルースの画像の顔部分の L1 距離を最小化するものになっています。この顔部分はマスクを使って得るんですが、このマスクは事前に準備するようになっています。次にこの LID と呼ばれるものですけども、これはアイデンティティロスで、これはこのレンダリング後の画像とグラウンドトゥースの画像に関してどちらも顔認識ネットワークを用いて顔の特徴量を得ます。そしてその特徴量のコサイン距離を最小化するといったロスになっています。でここでこの顔認識ネットワークなんですけども、これはレズネット50ベースで VGG フェイス2で学習したものとなっています。次にこの LSC なんですけども、これはシェイプコンシステンシーロスと呼ばれるもので、これは 3DMM で定まる顔形状は同じ個人アイデンティティであればシェイプパラメータを交換しても同一になるはずという前提のもとで使われています。これはなぜかというと、シェイプパラメータも同じ個人であれば予測されるこのシェイプパラメータは同じものになっているはずだからです。でこれを使うためにこの学習時はバッチ内に同一人物を写した複数の異なる画像を含むようにし、 3DMM パラメータを推定した後、同一人物間でシェイプパラメータのみを交換したデータを複製してこのロスを取り、このロスがこの LSC となります。そのためこれデータセット内に同一人物の画像が複数枚存在する必要があります。これはこの手法の大きな制約の一つです。最後にレギュラライゼーションですが、これはプリトレーニングステージの時とほぼ同じですが、
シェイプとエクスプレッションに加えて、この時はテクスチャパラメータを加えた上で L2 生息化を行います。最後にディテールステージなんですけども、ここではさらに詳細な顔形状を学習するのが目的となっています。そのため個人に特有な潜在変数デルタを導入します。このデルタはここで新しく追加されるディテールエンコーダーによって抽出される潜在変数となっており、このデルタとポーズパラメータやエクスプレッションパラメータを利用することで、このディコーダーを介してディスプレイスメントマップと呼ばれる顔形状の詳細な部分をリファインするようなデータが得られます。ディスプレイスメントマップをもとに最終的にはこのアルビドマップをさらにより詳細なものに置き換えることで詳細な顔のテクスチャーが得られますが推定されます。そしてこの推定された詳細な顔のテクスチャとグラウンドトゥルースを変形させて得られるこのテクスチャ、グラウンドトゥルースの詳細なテクスチャを比較することでこのディテールステージの学習が行われます。ここで使われるロスに関してはプリトレーニングステージとコアスステージとは結構変わるんですけども、中身としては同様のロスが使われています。まず1つ目 L4D みたいなやつなんですけども、これはディテールフォトメトリックロスと呼ばれるもので、僕ら名前が変わっただけで先ほどのフォトメトリックロス、リコンストラクションロスと同じです。これは UV 空間上における顔領域の L1 距離を最小化、この2つですね、この2つの L1 距離を最小化するようなロスとなっています。2つ目のロス、この LMRF なんですけども、これは IDMRF ロスと呼ばれるもので、 Implicit Diversified Markov Random Fields ロスとなっているものです。こちらはインペインティングタスクで最初に用いられたロスとなっていて、VGG19 によって抽出された特徴量パッチ間の差分が小さくなるようにする働きを持っています。これはおそらくスタイルロスの知見から物体表面の質感、テクスチャ感が近くなるような制約としてこの手法に採用されたと思われます。これによってその詳細なテクスチャがグラウンドトゥルースと近くなるようになるのだと思われます。さらに後ろの方のロスですけども、この LSIM と呼ばれるものはソフトシメトリーロス。これはセルフオクルージョンなどにより、見えてない顔の部分へのロバスト性の向上が狙いとなっています。次に LDC なんですけども、これは順番が前後しますが、ディテールコンシステンシーロスの略になっています。でこれ自身は実際はシェイプコンシステンシーロスと同じアイデアであり、個人に特有な潜在変数であるデルタを同一人物間で交換、使い回ししても同じ結果になるだろうといった前提の下で使われているロスです。これを使うことによってディテールデコーダーは個人に関わる特徴量のみを適切に抽出できるようになる、つまりディスエンタングルメントする働きを持っています。最後にこのL レギュ D なんですけども、これはディテールレギュラライゼーションでディスプレイスメントマップの L1 生息化となっています。ここまでモデルの学習の手法について述べてきましたが、ここからは有効性の確認について述べていきます。ここではモデルの学習の詳細、学習条件についての説明及び様々な指標を用いたモデルの評価、既存手法との比較、そして最後にアブレーションスタディ、そしてこのモデルを用いたアプリケーション例を述べて終わりたいと思います。まずはじめにモデルの学習に使ったデータセットですが、本手法ではこの3つのデータセットを使っています。1つ目が VGG Face2 と呼ばれるデータセットで、このうち95万枚の画像を学習に利用しています。でここでは高解像度画像と低解像度画像の両方を含むようなに設定しています。次に使われているのがこの BAPT Balanced Face と呼ばれるもので、これは様々な人種の顔画像が含まれるデータセットなんですけども、その中でも特にアジアンとアフリカンのラベルが付与された画像に関して使われています。これを使った理由としては、おそらく VGG Face2 が若干欧米人に偏ったデータなので、これを使うことで様々な人種に対して対応できるモデルを作ろうといった目的があるのかと思われます。そして最後に Box Celeb2 です。これは動画と音声からなるデータセットなんですけども、このうち50万枚の画像フレームを学習に利用しています。で、これらのデータを独自の方法で前処理を行います。この前処理というのは、例えば顔領域を示すマスクの取得だったり、フェイスアライメントネットワークによる顔のランドマーク座標の取得。これは後々ロスを取るときに使うものですね。こういったデータを取得したりしています。次にモデルの学習の方法の詳細なんですけども、
ここでは簡単にこのようなバッティサイズとエポックの設定だったり、どのデータセットを使ったかといったものだけを記載しています。ここからは評価、比較対象となるベースラインモデルについて簡単に述べたいと思います。本手法で比較しているベースラインモデルとしては、コアースの復元をするモデルと、ディテールまで復元するモデルのそれぞれについて比較を行っています。ここでは一つ一つの詳細は述べませんので、興味のある方は、ぜひそれぞれの論文を見てみてください。まず定性評価の一つ目、コアースな復元手法との比較を見ていきたいと思います。見方としては、左から入力画像、そして右がベースラインモデル及びこの提案手法による生成結果、復元結果となっています。注意していただきたいのは、モデルによっては利用している 3DMM が違うので、例えばその復元している顔のモデルのその範囲が違う、まあ、例えばこちらだと顔の本当にまあお面みたいな部分しか復元されてないものの、例えばこちらだと首の部分まで復元されていたりして、ちょっとその見え方が違うんですけども、注目していただきたいのはその顔の内部というか目鼻口、まあ、そういった部分を見てもらえればと思います。でこれをざっくりと見てみますと、やはり提案手法の方が他のモデルと比較して顔全体が精巧に復元されているだけではなく、まあ、ほうれい線だとか額のシワとかそういった部分まで復元できているのがわかるかと思います。次にディテールまで復元するモデルとの比較なんですけども、ちょっとこれは見方としては同じく入力画像と既存手法と提案手法なんですけども、おそらく入力画像があえて少し難しい例を載せており、例えば髪の毛が顔の前にあったり、サングラスで目の部分が隠れていたり、低解像度画像を使っているような、こういった少し難しいケースが選ばれていることに注意してください。こういった場合に関して既存手法ではどのケースでもかなり良くない復元結果となっているのがわかるかと思います。一方で提案手法ではオクルージョンなどがあるにもかかわらず、どれもかなりリアルに復元されているのがわかるかと思います。こういったことからオクルージョンに対してロバストであることおよび、こういった低解像度の画像に対しても問題なくモデル顔形状の復元ができているのがわかるかと思います。ここまでは定性的な評価だったんですけども、次からは定量評価の結果について見ていきたいと思います。定量評価のために使ったデータは2つ使われており、1つ目は Now ベンチマークデータセットと呼ばれるものです。でこちらは100人の顔画像および参照用の 3D スキャンからなるデータとなっております。撮影されている画像に関しては様々なバリエーションのものが使われています。でこの評価指標に関しては、この付随している 3D スキャンと評価モデルによって復元された顔ジオメトリの距離を用いて定量評価をしています。でもう一つの評価データセットなんですけども、既存研究で使われたベンチマークデータセットを使っているようです。こちらも135人の顔画像および参照用の 3D スキャンからなるデータとなっています。こちらは低品質画像と高品質画像の2種類の画像があるようです。そして評価指標は Now ベンチマークと一緒だそうです。まずは Now ベンチマークデータセットを使った評価結果を見ていきたいと思います。ここに表を載せましたが、ここから分かるようにステートオブザアートモデルを上回る結果になっています。でこれはここで、単位としてこれミリメートルが使われているんですけども、最近の論文で、これがミリメートルではないのではないかという論文もあったので、ちょっとこの単位に関しては怪しいところがあるんですが、いずれにせよ、同一の指標で見たときにこの本提案手法が最も良い結果となっています。そして右にあるのが全体の画像のうちあるエラーまでの画像が何パーセントあるかといったグラフなんですけども、基本的に左上にあればあるほど良いんですけども、ここでも提案手法が一番良いようになっているのがわかるかと思います。でなお、この Now ベンチマークデータセットに含まれる画像のうち、その性別による性能差があるかどうかを調べたそうなんですけども、その結果女性の方がわずかに良い結果であったということです。次に既存研究で使われたベンチマークデータセットで評価した結果を載せています。こちらでもほとんどのケースで
ステートオブザアートのモデルよりも良い性能を示しています。で特に、低品質画像での性能向上が際立っています。でこれは、おそらく、利用している学習データのうち VGG Phase 2で、わざと低解像度画像を一定割合含ませて学習しているのが効いているのではないかと思われます。こちらのグラフは、先ほどあったようなのグラフと見方は一緒です。で最後に、応用として、パラメータの交換によるエクスプレッショントランスファーの結果を載せています。これの見方としては、この一番上の画像が入力画像で、これをそのまま 3D 化を復元したのがこの真ん中の画像となっています。でこの時にはシェイプパラメータやエクスプレッションパラメータ、個人に特有な潜在変数、そしてポーズパラメータ、これをそのまま使ってるんですけども、ここでエクスプレッションパラメータだったり、このポーズパラメータの一部、正確には顎の開閉を示すパラメータ、これを別の画像から取ってくることで、この一番下にあるようなその表情だけが変わった、この顔としては一番上の画像なんですけども、表情が一番下、この3枚から転移されたような顔形状を作ることができます。まあ、これがつまりそのアニメーションするときにこういった方法を使っています。またアブレーションスタディとして各種ロスの効果についても考察されています。一つ目が IDMRF ロスの効果です。これがあるないとだと、あるときにはこの額のシワが非常によく再現されているのがわかるかと思います。ない場合はこのように滑らかになっています。このロスによってテクスチャーの、精巧なテクスチャーが再現されることが、示唆されています。でまたソフトシンメトリーロスがない場合はこういったその、ある種の境界のようなアーティファクトが発生していることがわかります。しかし入れてみるとそういったものもなくなります。といったようにこういったロスによってテクスチャーの詳細さ精巧な復元が可能になっていることが示されています。ということでここまででこの論文についての解説をしていきました。ここからは所感ですが、この手法に関しては既存手法の拡張とみなせますが、効果的なロスの追加が性能向上に寄与していると思われます。特に IDMRF ロスによる細かな質感、個人特有の顔形状の復元への寄与だったり、ディテールコンシステンシーロスによるディスエンタングルメントであったりしています。またここではフレームをプライヤーを渡して利用していますが、こういったこのどの 3DMM を使うかによっても性能が変わってくるような印象があります。ですので今後より良いモデルを使うことでさらに性能が向上する可能性もあります。そしてこれは論文の中身というよりは応用可能性なんですけども、今後こういったモデルがより発展することでメタバースなど幅広い応用の可能性が考えられるかと思います。発表は以上になります。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。